何してんだ？ん？あいつをここに入れないまじない。何がまじないだよ。んなもんできもしねえくせに。果たしてそうかな。でもいいのか？この狭いバラ屋の最上階って逃げ場はねえぜ。せめて扉くらい閉めとけよ。瞬間移動に扉は関係ねえだろ。いきなり俺たちの真ん中に出てくるかもしんねえんだぜ。残念、後ろですよ。残念、足元ですよ。ムシシ。あばらえだけに真下まで行ったな。さっきのまじないって。入り口の床に切り込みが。透明化だろ、お前の魔力。お前が姿を消してから次の場所に現れるまでの間が。なんか気になってたんだよな。瞬間移動で匂いの筋ができるのも変だし、つまりお前は俺たちと同じく歩いて移動してたわけだ。ってことは当然一つしかない扉から部屋に入ってくる。ついでにここなら俺もエリザベスに気を使う必要がない。もう終わりです。へっへっ。死に損なわが。もう終わりです。へっ。フルカウンター。トリプルアタック。馬が向かう先はバステ監獄だな。よっしゃ行こうぜ。
してください。どうしてこんな。なぜ君が泣くのだね。すまなかった。娘を助けたいばかりに私はセネットをお前を守ってあげたかった。私のせいで。何言ってんだよ。先生を殺したのはゴルギウスだろ。私たちがこの町に来なければダナ先生は死ぬことも聖騎士にお嬢さんを人質に取られることもなかったんですよね。そもそも私が七つの大罪を探してメリオダス様と会わなければ、メリオダス様がギルサンダーとの戦いで大怪我を負うこともゴルギウスの策略で殺されそうになることもなかったんです。エリザベスちゃん、泣きたい気持ちぐらいはわかるさ。でもお前が王国と人々を聖騎士から守りてえって思いは涙一つや二つで折れちまう程度のもんなのか。俺はエリザベスと七つの大罪を探し聖騎士を食い止めると決めた。たとえお前が死んでも俺はお前との約束を果たす。人はいつか死ぬ。でもその思いを誰かが守り続ける限り思いは死なねえ。思いを守ると決めたらどれだけ血を流そうと涙の一滴まで枯らそうと貫き通す。それが騎士だ。もうそろそろバステ監獄に向かおうってとこかな。よく分かってんじゃねえか豚野郎。その呼び方やめろってんだこの豚野郎。